皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、メンズフィジークとボディービルの違いについて、私両方の競技に出てまして、フィジークボディービルともですね、優勝経験がありますので、選手として感じたことを元にですね、どんな体がそれぞれの競技で評価されるのか、どういう鍛え方をしていったらいいのかということをですね、お話をさせていただければなと思います。大きな違いがですね、大きく分けて4つあると思ってます。まず1つ目はコスチュームの違いによって審査される部位がそもそも違うということですね。メンズフィジークの場合はサーフパンツ、ハーフパンツを履いてステージに立つことになります。当然ですね、パンツで隠れている部分は審査されませんので、下半身の筋肉、足とかお尻とかですね、厳密に言うともう審査の対象になりません。フィジークにね、出る選手が、いくらこう足が太くてね、すごい足をしていても、パンツで隠れてしまって審査をされないので意味がないということになります。だからといってね、フィジークに出るから自分は足の筋トレしなくていいんだということではないんで、そこだけはね、注意しておいていただきたいんですけども、フィジークに出たいという方は下半身よりは上半身の筋肉を重点的に鍛えた方が効率よくですね、評価される体に近づいていきます。対してボディービルの方はブーメランパンツ、ボディービルパンツと言いますけども、面積のちっちゃいパンツを履きますので、当然下半身も審査されます。足だけで 50% ぐらいの比率があると思っておいてください。なのでメンズフィジークに比べると下半身の重要性というのは大きくなります。もちろん足がすごければ上半身が大したことなくても勝てるなんてことはないんで、どの部位もきちんと鍛える必要がありますので、ボディービルに挑戦してみたいという方は全身まんべんなく鍛えて筋肉をつけていくという気持ちを持ってトレーニングしていただければなと。はい、そして2つ目なんですけども、体のね、シルエットといいますか、体のラインの違いなんですけども、メンズフィジークの方は V シェイプという言い方をするんですけども、広い肩幅でキュッと締まった細いウエストの逆三角形のラインというのが一番評価の上でですね、重要なポイントとなります。そのためには当然ですね、逆三角形の一番広いところの肩とか、肩からつながっているこの胸の筋肉、あとはそこからこうキュッと絞れていくウエストのですね、腹筋、腹直筋とかですね、当然後ろを向いたバックポーズの審査というのもありますので、逆三角形の背中の筋肉、主にですね、厚みとかその迫力というよりは、綺麗にこう広がったところからキュッとこうウエストに向かって締まっているラインというのがフィジークでは評価をされやすいポイントになります。だからといって逆三角形のね、広がりがあれば厚みはなくてもいいのかっていうと、必ずしもそうではなくて、厚みだけにこだわってトレーニングをするというよりは、かっこいい V シェイプを作るための体のラインというのを意識してトレーニングしていただくと、フィジークでは評価されやすいんじゃないかなと思います。対して、ボディービルも広い肩幅、締まったウエストっていうのはフィジークと同じように必要な条件ではあるんですけども、どちらかというとボディービルの方は広がりがある体に加えて、やっぱりね、筋肉の厚みというか、こう丸みというのが必要になってきます。肩とか腕とかですね、胸とか、もちろん足なんかもそうですね。ボディービルダーの方をステージで見ると丸みっていうのは分かっていただけると思うんですけども、本当にね、鍛え上げたトップのボディービルダーの筋肉っていうのは、一つ一つの筋肉が断ち切れそうなぐらいに張っていて、本当にね、丸々としてるんですね。そういうレベルまでこうしっかり筋肉を鍛え上げて、極限までですね、トレーニングを積んでいくと、特にね、全国レベルのレベルの高い大会では必要になってきます。どちらかというとね、ボディービルの方はフィジークのような綺麗なライン云々よりも、もうとにかくしっかり筋肉量をつけて、減量ではしっかりね、絞れるところまで絞るみたいな、結構根性論みたいな考えでやってる方の方が実はね、いい成績を残せたりします。このね、ラインの違いっていうのはなかなか口で説明しづらい部分ではあるんですけども、フィジークの方は上半身のこう逆三角形のかっこいいライン、ボディービルダーの方はそれにプラスして筋肉一つ一つがね、丸く見えるような筋肉量があると、もっと評価されるんだよっていう風に考えていただけるといいかなと思います。
ます。3つ目なんですけども、ステージに立ってポーズを取った時の迫力の違いというのが、これがですねもう一番大きいんじゃないかなと思いますね。これ私が一番苦労した部分でもあるんですけども、当然フィジークとボディービルではポーズが違います。フィジークの方はですね、どちらかというとあんまりね力みが見られない、自然体で爽やかでかっこいい姿っていうのがステージで見せられないと、こうなかなか評価をされない。もちろんね、腹筋とかはもうフルパワーで力を入れて、背中もね頑張って広げて力を入れてねポーズをとってるんで、かなりフィジークでもポーズをとってたら疲れるんですけども、力を入れてるっていうのをこう感じさせないように、爽やかな感じでねリラックスして立ってますよっていう感じのポージング、ステージングというのが求められます。対してボディービルの方はポーズの種類も非常に多いというのと、全身フルパワーで力を入れ続けるポーズがとても多いもんですから、ボディービルの方がステージの上で筋肉の迫力というかね、カットとか言ったりしますけども、筋肉と筋肉のね境目の溝とかシワ、あとは血管のね浮き出てる感じとか、そういうところの迫力をね前面に押し出していくっていうステージングが求められます。時にはね美しいというか流れるようなかっこいいポーズっていうのも撮ったりもするんですけども、基本的には決められたポーズを撮る時っていうのはもう全身力を込めて、顔は笑ってるんですけども、その裏でねもう汗ダラダラで、もう次の日ものすごい筋肉痛が来るような、それぐらいフルパワーでポーズを撮ってるんで、メンズフィジークとボディービルのステージングっていうのは全然違います。実際にね審査員の先生から指摘されたことがありまして、ボディービルをこうメインでやっているんですけども、せっかくチャンスがあればメンズフィジークの方も出ようということでフィジークに出たりもしてたんですけども、ある大会でですね審査員の先生から、ボディービルダーがサーフパンツ履いて出てきましたみたいな、ガッチガチに力んだようなポーズ取っちゃダメだよっていう風に酷評されたことがありまして、やっぱりそれだけですねこう形だけ真似をしてみても無駄な力みがないかっこいいポーズとか、逆にねボディービルだったらしっかり全身に力を入れて筋肉のこう張りとか迫力を見せるポーズっていうのを使い分けるっていう必要があるんだなっていうのを実感をして、まあその後ですねフィジークのポーズ、ボディービルのポーズっていうのを自分なりに研究をしたり、審査員の資格なんかをね持ってるような先生のところへ習いに行ったりして、ポーズを研究した結果フィジークの方でもボディービルの方でも優勝してということができました。で、一番大きなところはステージでの振る舞い方にあるんじゃないかなというのを私は感じています。最後の4つ目なんですけども、まあ3つ目と同じくですねポージング、ステージでの立ち振る舞いに関することなんですが、団体にもよるんですが基本的にフィジークはフリーポーズというものがありません。全員で並んで決まったポーズをみんな一緒に撮って比べておしまいなんですけども、ボディービルの方は団体とか大会によって多少ですね上位何人ができるできないっていうのがあったりするんですけども、ボディービルの方はフリーポーズというものがあります。フリーポーズというのは1分間なり、団体によっては1分半90秒のところもあったりします。決まった時間の中で自由にこう曲を流してですね、でその曲に合わせて自由にポーズをとって審査員と観客にアピールをすると、これがね、なんといってもボディービルの醍醐味かなと思います。私もね、フリーポーズ大好きなんで、年がら年中ですね、この曲いいなとか、この曲だったらこういう風にポーズ取ったらどうかなとか、こういうポーズ、フリーポーズで見せたらかっこいいかな、なんていうことをね、考えながらトレーニングしたりするんですけども、フリーポーズがある分、ボディービルの方が表現の幅っていうのが段違いに広くなります。みんなでね、並んで同じポーズを取って比較をする規定ポーズというものがあるんですけども、規定ポーズだけでもフィジークの倍近くポーズの種類があります。でそれに加えてフリーポーズはどんなポーズをとってもいい、実は禁止されているポーズっていうのがあって、とったらね失格になるポーズっていうのも実はあったりするんですが、そういったポーズを、一部のポーズを除いてどんなポーズをとっても許される、評価のね高い低いっていうのはあるんですけども、自分の好きな曲をかけて好きなようにポーズをとっていい、その瞬間だけステージを独り占めできるというのは、一回経験するとですねなかなか他では経験できない体験ですので、ボディービルちょっとでも興味のある方はですね、頑張って予選を突破してフリーポーズやっていただければなと
思います。そういうところもね意識しながらですねボディービルの大会とかフィジークの大会っていうのを見ていただくとまた違った面白さを感じていただけるんじゃないかなと思います。この人筋肉すごいなとか、あこの人かっこいいなとか、そういう見方ももちろん素晴らしいと思うんで楽しんでいただければと思うんですけども、もう一歩上のレベルの楽しみ方といいますか、この人はポーズの取り方がすごい上手いなとか、この人はフィジークとボディービル両方出てるのにしっかり使い分けててすごいなとかですね、逆にあこの人はちょっとボディービルの癖が抜けてないんじゃないかなとかですね、そういうところに気づけるようになるともっともっとですねボディービルとかフィジークの観戦も面白くなりますし、選手としてもやっぱりねその辺を研究して自分なりのねパフォーマンスを極めていくっていうのは非常に面白い部分がありますので、大会に出たいなと思っている方はぜひ挑戦していただければなと思います。では今回はですねフィジークとボディービルの違いについてお話をさせていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。